伊藤中小事大阪本社、伊藤中小事株式会社は、大阪府大阪市北区と東京都港区に本社を置く、水穂グループの大手総合商社、日本屈指の巨大総合商社であるとともに、アジア有数のコングロマリットでもある。戦前は、伊藤中財閥の中核企業であった。伊藤中財閥は、多数の防食会社を参加に持つ、繊維財閥であったため、 繊維部門の売り上げは群を抜いており、かつては世界最大の繊維商社であった参家に有力企業を多数抱えており、現在は素業である繊維の他に、食料や生活資材、情報通信、保険、金融といった非資源分野全般を強みとしている。東証第一部上銀行との融資、資本関係としては、太平洋戦争以前から旧住友銀行と、 親密であったが、戦後住友系列より、徐々に離脱し、旧第一銀行に接近、第一関銀グループからの流れを受けて、現在は、水穂グループに属している、大阪に本社を置いていたが、1960年代半ばから、大阪と東京の日本社体制を敷き、1970年代には、大阪本社の機能の多くは、港区の東京本社に移管された。 単体従業員数が大手総合商社で、最小ながら、2015年度には、最終利益で、三菱商事を抜いて、総合商社業界で、トップになったが、三菱商事と、三井物産が創業以来初の最終赤字となった、ことも大きく、社長の岡藤正宏は、不戦勝で土俵に上がったようなものと述べている。2016年7月、米の空売りファンドのグラウカスリサーチグループから、 不正会計の指摘を受けたため、自社から反論のリリースを出した。また、2018年4月、岡藤が会長兼最高経営責任者に就任。大手商社で会長が CEO を務める体制は異例であり、岡藤の注力した中国最大の国有複合企業、中国中心集団との提携が効果の面で課題が残っているためで、当面は二等体制としている近年。 社員の健康増進を図る健康経営を推進している。朝方勤務の奨励、癌の早期発見、癌先端医療の無償化等の社員の癌治療との両立支援などが報じられている。1858年、初代伊藤中兵衛が麻布の持ち下り行商を開始したことをもって創業としている。同業の丸紅とは同じ起源となっている。その後、 一旦丸紅と分割されたものの、戦時中に再度合併。戦後の財閥解体措置により、再度両者は分割され、1949年に、現在と直接つながる伊藤忠商事株式会社が設立された。伊藤忠商事級大阪本社画像左が、大阪本社が入居していた。旧伊藤忠ビル。画像右には、大阪センタービル2018年3月31日。 現在、ふとじ、連結司会社毎週土曜日の夜9時54分10時、TBS で、今日の、秋内を放送している、東芝ココム違反事件1987年、東芝機械が、ココム規制に違反して、ソ連に大型工作機械を不正に輸出した事件で、仲介した、伊藤中商事は、3ヶ月の輸出停止処分を受けた、中国スパイ事件2018年に、 中国の国家安全局に拘束され、起訴されていた40代の男性社員に対し、現地広州市の中級人民法院が2019年11月15日、中国の安全に危害を与えた罪で、懲役3年の実刑判決と、財産没収15万元を言い渡したされたことが、外務省により判明。日中の関係筋によると、判決では、 公的機関の内部情報を違法に入手したと認定され、伊藤中商事社員の被告男性は上訴はせず、実刑判決が確定。これに対して、伊藤中商事は、関係する皆様にご心配をおかけし、申し訳ありません。などのコメントを発表。ありがとうございます。